高根城は、現在の山口県山口市上宇野レアザ高根に、あった、日本の城。大鳥の峰城、広市の峰城とも記される。国の史跡に指定されている。高根城跡の円形四角周辺の石垣、大内市館の爪の城として整えられた、標高338メートルの大鳥の峰にある、山城で、頂上部の四角を中心に四方に伸びる尾根へ角を、 廃している。主角を中心に石垣が使用され、また礎石や瓦等も出土している。大鳥の峰の南方には、大内氏の館である大内氏館と月山館があり、そして周囲の山々にも、兄弟山城、障子が竹城、古城が竹城、長尾山城、姫、山城等の大内氏の主要拠点が点在する。その他、 毛利氏によって築城された、長山城も近い。昭和34年に、大内市石府、領文寺席として、国の史跡に指定された、石垣等の遺構が良好に残っている。大鳥の峰南緑の木戸神社や、登録の山口大宮宮からと残道があるほか、上域の一角にある、テレビラジオの放送中継局まで、人神社前の社道が続いている。 2017年4月6日、大内氏官と共に俗日本百名城に選定された。高根城の築城を始めたのは、諏王国、長戸国を本拠とした戦国大名大内氏最後の、当主、大内義長である。大内義長は、天文20年の大名人の変の後に、東高草らに迎えられて、当主となったが、天文24年の五福島の戦いで、 東春方が破れて自害し、大内氏の主力も壊滅的な被害を受けた。これに乗じて、後成を加える岩見国の吉見正よりや秋国の毛利元成に備えるべく、高根城は工事2年より築城が開始された。しかし、毛利氏による構成は予想以上に早く、工事3年に毛利氏が山口に進行した際には、大内義長は、 未完成のままの高根城に寄らざるを得なくなる。結局、大内義長や重心の内藤高塩はこの城を放棄して、長渡国のかつ山城へと逃れ、その地で自害することとなる。大内氏滅亡後、高根城の築城は毛利氏によって再開され、完成を見た。城代として吉川氏の一門である市川京吉見が入り、毛利氏による山口支配の拠点となった。 A612 年、文語国の戦国大名大友義主の支援を得た、大内照弘は、文語国より、数王国へ侵攻した。大内志山等の支援も得た照弘は山口を制圧し、高根城を包囲、攻撃した。城主、市川京吉美は、九州に在陣中のため不在であったが、市川京吉美の妻が指揮を取り、奮戦したという。城の守りは固く。 テルヒロは城を落とすことはできなかった。最終的にテルヒロは、九州より反転してきた毛利軍の前に敗北し、自害することとなる。慶長5年の関ヶ原の戦いの結果、毛利氏は、諏王、長門の日カ国に原報された。毛利テル元は、新たな根拠地の候補地として、長門国萩の茂さん、諏王国防府の桑山とともに高根を幕府に提出したが、 幕府は幼稚である山口への拠点移動を許さなかった。このため、萩城が毛利氏の本拠となった。元和元年の玄内一国一条令により、高根城は破却されることが決定し、寛永15年に廃城となった。後に城市が山口城の爪の城として使用された。ありがとうございます。